こんにちは、すみれです。今回はストレージ購入品紹介の第5回目となります。古めのカードを中心に20枚程度でまとめました。古いカードの方が馴染みがあるので私もその方が助かるわ。なお今回もいつものように右上にトレコロさんの傷あり販売価格を併記しております。それでは早速始めましょう。1枚目は闇の仮面のジレアです。このカードは暗黒魔竜復活リバイバルオブブラックデーモンズドラゴンの再録版ね。当時はかなりお世話になったカードです。ミラーフォース、リビングデッド、神の宣告、私も多くのトラップを再利用させてもらったわ。汎用性という意味ではトップクラスに優秀なカードだったと思います。2枚目は砂塵の大竜巻のジレアです。これはデュエリストレガシーの再録版ね。サイクロンが規制されていた時は採用していたプレイヤーも多いんじゃないかしら。私もその口ですね。ノーコストでバックを割れるカードは貴重でした。まだまだ序盤ですが次からは全てスーパーレア以上になります。3枚目と4枚目はサイバープリマのスーパーレアです。エネミーオブジャスティスに収録された初出版ね。アニメ GX のメインヒロインアスカさんのエースカードの1枚だと思います。サイバーエンジェルの印象も強いしその気持ちもわからないでもないわ。それとこのカード単体だとどうしても帝の介護官に見えてしまうわね。5枚目は超電磁稼働ボルテックドラゴンのスーパーレアです。エネミーオブジャスティス版が続くわね。複数の効果を得られないのが何とも惜しいわ。イラスト左下の電池面たちは生贄要因よね。なんか不憫だわ。4機のスーパーレアで状態も悪くないといったところで9大点でしょうか。さてここからウルトラレアゾーンに入ります。6枚目はシャイニングフェニックスガイです。これもエネミーオブジャスティス版ね。自己強化で攻撃力3000は簡単に超えてくるでしょうし戦闘破壊耐性と微妙に噛み合わないのよね。確かに微妙ですよね。しかしながらカード名とイラストがかっこいいので気にしません。ちなみに3回再録されているのだけれどいずれもスーパーレア以上の高待遇を受けているわ。7枚目はブラックネオスです。シャイニングフェニックスガイもそうですけどこの筋肉質の体のラインが美しいです。私はちょっと苦手かしら。筋肉を強調しすぎに見えるわ。一見すると単純なように見えて実は特殊な効果を持っているわ。時間の都合で解説は省略するけれど単一制限がないのも面白いわね。8枚目はストームネオスです。第5期ファントムダークネスのウルトラ枠ね。大嵐内蔵のトリプルコンタクト融合体です。ツッコミどころ満載のイラストね。胸部の顔はイルカというよりかはサメに見えるし両手のカギ爪も長すぎでしょう。エアクローの2倍くらいあるんじゃないかしら。9枚目と10枚目はマグマネオスです。これは再登場ね。以前の動画でも紹介しているわ。今回は2枚拾ってきました。やっぱり買っちゃいますね。11枚目と12枚目はまとめて紹介します。ドドン、飛行場と飛行艇スキエルインフィニティです。なんで急にディオンを。今回一番嬉しかったカードですね。30円以下のストレージでスキエルを見たのは初めてだったので
ちらもバリュアブルブック13の付属特典ね。よかったじゃない。13枚目は飛行艇マイゼルインフィニティです。このカードは2回目の登場ですね。念のため補足すると、週刊少年ジャンプの付属カードね。14枚目は飛行艇グランエルインフィニティです。今回は大当たりでしたね。飛行艇3種をコンプリートできました。かなりついていると思うわ。飛行艇自体をそもそもあまり見かけないし、しかもこのグランエルは備品並みに綺麗なんです。細かい傷も確認できませんでした。15枚目と16枚目は飛行神マシニクルインフィニティです。ちゃんと飛行神まで完結させたのね。言い忘れたけれど、グランエルとマシニクルは V ジャンプの付属カードよ。さあ残すところ2枚となりましたね。17枚目はグレートトルネードのシークレットレアです。このカードはプレミアムパック12の収録ね。融合素材の指定も緩いし、それでいて効果は強力。ヒーローデッキであれば1枚は採用したいカードね。いよいよ最後の1枚ですね。18枚目は賢者の宝石です。これはゲームボーイアドバンスソフト破滅の大邪神の特典カードね。効果自体は大したことはありませんけど、ゲーム特典がストレージに眠ってたら拾っちゃいますね。最後に販売価格の合計の発表です。今回は購入金額180円に対して4267円という結果でした。一つの参考にしていただければ幸いです。今回もいつものショップで購入してきましたが、ちゃんと在庫を補充してくれているようで助かりました。いい内容だったんじゃないかしら。飛行艇3種にはちょっと驚いたわ。私も驚きました。こんなことばかりなら嬉しいんですけどね。本日の内容は以上となります。最後までご清聴いただきまして誠にありがとうございました。それでは失礼いたします。